ベレトルジュニー宮殿における展示スラブジョジ氏は、アルフォンスミューシャが1910年から1928年にかけて手掛けた壁画サイズの一連の作品である。チェコ及び、スラブ民族の伝承、スラブ神話及び歴史を描いた全20作品からなり、サイズは小さいものでもおよそ 4x5 メートル、大きいものでは 6x8 メートルに達する。 作品は溶剤に卵を使ったテンペラを基本とし、一部には油彩も使われている。全作品が完成した後、1928年に特設の展示場を用意することを条件に、この作品はプラハシに寄贈された。2012年以前はチェコ共和国、南モラビア州のモラフスキー・クルムロフの上官に展示されていた。2012年以降は、 プラハ国立美術館のベレトルジュニー宮殿1階に展示されている。制作中のアルフォンス・ミューシャ・ミューシャがいつスラーブ女ジ氏ジを構想し始めたのかは正確には定かではないが1900年のパリバンパクにおいてボスニア・ヘルツェゴビナ館の内装を依頼されそこでスラーブ民族の歴史を調査したことが大きな契機となっている。ミュシャはこの時残りの人生をひたすら我が民族に捧げるという 誓いを立てたしかしながら、この壮大な計画には、当然資金の問題が存在した。ミュシャは、資金提供者を求め、アメリカに渡り、アメリカの富豪チャールズ・クレーンと知り合った。クレーンは、中東や東欧の政治情勢に興味を抱いており、スラブ民族のナショナリズムについても、大いに興味を示し、1909年に、ミュシャへの資金援助を約束した。 ミュシャは作中に描写するため、ロシア、ポーランド、バルカン諸国やアトス山の聖教会修道院を訪れた。さらに、歴史的事件の正確な描写のため、専門家から事件の詳細について意見を求めた。そして1910年、プラハ近郊にあるズビロフ城の一部を借り、ミュシャの20年近くにわたるスラブ女実治政策が始まった。 1913年には毎年3点のスラブ女子誌の作品をプラハ市に引き渡す契約を行い、1912年に最初の3点の作品、故郷のスラブ人、ルヤナ島のスバントビト祭り、オーボヘミアにおけるスラブ的典礼の導入が引き渡された。1919年には11枚の作品がプラハのクレメンティヌムで公開された。 1921年には5作品が海を渡ってニューヨークとシカゴで展示され、この時の入場者数は合わせて60万人を記録した。制作期間中には第一次世界大戦が勃発し、スラブ女子氏にも大きな影響を与えた。1918年、チェコは独立し、チェコスロバキア共和国としてヨーロッパ諸国の一員となったのである。入社はこの作品で、 スラブ民族が、いかに素晴らしい民族であるかを解き、民族意識の復興を目論んでいた。しかし、近代的国家となったチェコは、若い世代が台頭し、新国家の発展、問題解決に日夜励んでおり、古い世代であるミューシャが描いた偶意や象徴といった、ものはもはや必要とされていなかったのである。急激な社会情勢の変化はこの作品を、 時代の空気に合わないものとしてしまった。1928年、全作品が完成し、スラブのボダイジ樹の下で誓いを立てる若者たちを除いた19点が、ベレトルジュニー宮殿で展示された。また、チェコの独立10周年を記念して、スラブ女子史は、プラハシに寄贈された。1930年に、ブルノで開催されたスラブ女子史展覧会の、 コスターミュージャソン名中にほぼ全作品が展示されたのは1928年のプラハ展と1930年のブルノ展の2階である。この時に展示用のスペースを確保することを条件にプラハ市に寄贈されたが、その約束が守られることはなかった。その後、第二次世界大戦中はナチスの略奪を防ぐため、王位をかけられ寄贈された。戦後になり1948年の チェコスロバキア政権で共産党政権が樹立すると、ミューシャは社会主義リアリズムとは程遠い大敗的でブルジョワな芸術家と見なされるようになった。社会主義リアリズムの下ではこの作品は古典的な技法で描かれていたこともあり、進歩を止めた芸術家の空想な巨大主義に過ぎないと国評されることもあった。1950年にはプラハから モラフスキー・クルムロフへと移動し、1963年になって、スラブ・ジョジ氏は再び展示されるようになった。2012年までは、モラフスキー・クルムロフの上官で展示されたが、交通アクセスの悪いところであり多くの人の目に触れることはなかった。また、建物自体も温室度、照明、セキュリティなど問題を抱えており、プラハ氏は、スラブ・ジョジ氏をプラハに戻すよう要請した。 何十年も街に存在したこともあり、住民からの反発は大きかったが、結局2012年に、プラハのベレトルジュニー宮殿に展示されるようになった。チェコ国外においては展示されることが稀な作品である。2017年には、日本の国立新美術館において、全20点が展示されたが、全作品の展示は、チェコ国外では、初めてのことであった。このことについて、 1928年の約束が守られていないことをプラハ市に抗議しているミュシャの孫であるジョンミュシャはこの作品はチェコの体幹砲機の一つとでもいうものであり体幹砲機を国外へ持ち出すなどありえないことだと述べているスラブジョジ氏は全20作からなり最大のものは高さ6メートル幅8メートルある 作品は溶剤に卵を使ったテンペラを基本とし、一部には油彩も使われている。チェコ及びスラブ民族の伝承及び歴史を題材としており、太古の時代から1918年のチェコ独立までを描いている。ただし、制作順序については作品に描かれた時代通りではない。作品タイトル及び副題についてはによる。セルビア王ステファンドゥシャンは、 東ローマ帝国、パレオロゴス朝の内紛に乗じて、勢力を拡大し、セルビア人とローマ人の皇帝を称して体感したが、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルには、パレオロゴス朝の東ローマ皇帝が存在し、デュシャンが正式な東ローマ皇帝になったわけではない。ありがとうございます。